っかくなんで、じゃあリニューアル前にね、軽く食えたらいいけど、5分やから20分は時間足んないんだったら食えるし、土産物も多分見れると思うんで、ちょっと見てきましょう。よし、さあ下の階に置いてみました。なんかレンタルサイクルとかもやっとって、でさっきねフェリーをこっちに行きましたけど、篠島島ヶ島とかね、港湾の方、この前あの港湾駅の方行った時にありましたよね、諸崎とかっていうのが出てくるやつね、あれとかは撮ってないですね。神島に行くやつもあるんだ。めっちゃ風強かった。9月30日からね閉館にしてきますって、一時閉館にしますってことだし、なんでちょうどギリギリね、おお出発していく、小浜丸だったんですね。所属はだから飛ばしと、なるほどね。やっぱりですね、高速船はこっちから、そうですね、篠島、島ヶ島とかっていうのに行くようなところですね。島ヶ島は確かタコで有名なところですもんね、とかもありますよといった感じで、切符売り場はどこにあるんだろうね。あ、ここで売ってんだ、なるほどな。あ、名鉄高速船なんですね。篠島行きあるね。諸崎は篠島乗り換えで行きますよということで、島ヶ島だから1420円、こうあまり2340円、なるほどね。ワンチャンこれも考えたんですけどね、それで講和からまた名鉄に乗ってですけど、そうするとあまりにも今回 JR の企画乗車券使ってるのに JR 使わんわってことになっちゃうんでね、まあどちらにしろ一回このねお得な切符、まあ、たまたま発見したんですけどね、実はぐるっで歩って知ったんで、鳥羽からね、にゃーんにゃーんにゃにゃにゃ、どこどこかにゃんこがおる、どこにゃ、こんなにわかりやすくにゃんこらしい鳴き方をするにゃんこっているんだな。どこ？いや、姿は見え。この奥にいるんだな。あ、いた。ちょ、こう。こう。え、え。ちっちゃ。ん？お母さん猫かな？子猫？親子？うん。やべえ。撫でたら絶対噛まれるし、野田だから引っかかれたらおしまいだけど、わかる？わかるかな？あ、低い。あ、向こう行った？向こう行った。映ってたかな？めちゃくちゃ顔、めっちゃ顔、生後2ヶ月ぐらいじゃね？やっべえ、いや、うちもニャンコ飼ってましたからね、うちも子猫の時から飼っとったんでね、隣が親猫っぽいな。え、親猫にしちゃちっちいか、ニャンコ、あ、でも親猫だな。そうだね、うちが8キロと6キロのニャンコなんでね、でかすぎるんですよね。普通にゃんこの整備をってたらこれぐらいですもんね。うわぁ、かわいい。こっち親ね。子供の方はどこ行っちゃったかな。僕の方行っちゃったね。あれだだ。にゃーん。
癒されるわ。絶対撫でさせてくんねえけどね、子育て中のね親猫はね警戒心半端ないですからね。いや本当に、うん、動物全体言えますよね。あでもニャンコ来た、ニャンコ来たけど向こう行くか。国猫映してる、猫、猫こっちにいるんだよな。来た来た来た、かわいい、絶対親子や。うわすいません。ああ、取れたね。おやおやこれ。なあか。かお。いた。いやー。本当にね、にゃんこを巡る旅って上島に行くとかも考えてたことはあるんですよね。いや。いやいいにゃいいにゃ、ちっちゃいなちっちゃいなだよね、半年経ってねえだろうね、生後バス来た、言ってたらバス来た。いや飼い猫だったらね、飼い猫だったらねもうね、バスのことなんでほったらかしてね、絶対に撫でる前帰れませんやるところですけど、もうあの野田なんでね。よし、じゃあこれで本見に行ったらいいみたいです。行きましょう。癒されたな。